during the Buddhist memorial service on the 14th day after her death. The members of the Meeting of Union from the former Bamboo 6th grade classmates come together at Sadako's house. There, we recited the Hanya Shinju Heart Sutra. During 6th grade, we had visited Fokiao Temple, and it was there that we had learned the Heart Sutra. Of course, Sadako was with us. Honma. 私らさだちゃんに何にもしてあげられんかったね。月に1回命日に集まろうや。墓参りをするんがええんじゃない？墓は三好の奥の田舎にあるげなけ遠いよね。ほいなら広島にさだちゃんの墓を作りゃええ。原爆で死んだんじゃけ原子雲みたいな墓がええ。お前の墓を作るのに何ぼかかるんか知っとるんか。莫大なお金がいるんで。私たちがそんな話をしているところに先生が一人の青年を私たちに紹介してその青年の話を聞いてくれって言うんです。その青年は川本さんっていう名前でした。その人の話ではさだちゃんだけでなく広島市内の小学校の子どもたちが次から次へと原爆症で亡くなっていく、そういった子どもたちのための慰霊碑を作ったらどうでしょうかという提案でした。私たちはさだちゃんのために何かをしなければと思っていたので一文にもなくそれに賛同しました。慰霊碑を建てるのにはたくさんのお金がいるということで寄付を集めようということになったのです。数日後全国の中学校校長会議が公会堂で開かれるということを聞きました。それでそこへビラを作ってお願い文を作って配ろうということになったのです。早速20円ずつ出し合って紙を買って小学校の先生のところに集まりました。当時はコピー機というのがなくって投射刷りでした。手を真っ黒にして1枚ずつ刷るんです。そのビラが刷り終えたのは夜も8時を回っていました。校長会議の日11月の12日は土曜日でした。午後1時から会議が始まるということで代表8人が急いで会場へ行きました。会場の中でビラを配らせていただくという約束が取れているということだったので受付の先生にその旨をお話しすると先生は何も聞いてないって言うんです。どうしてもあんたらがそのビラを配りたいんなら会が終わって先生らが出てくる時にするようにと言われました。それで仕方なく待つことにしました。当時公会堂の入り口は2階にあって大きなスローブが1階までついていたのです。私たちはそのスローブをとぼとぼと降りて待つことにしました。ビラをよく見ると投射刷りなのでかすれたところがいっぱいあったんです。それで私たちは鉛筆でそれを訂正しながらずっと待ちました。何時間待ったでしょうか。ふと気がつくとスローブの上から校長先生が出てこられたのです。私たちは駆け上がって右と左に分かれてよろしくお願いします、よろしくお願いしますと丁寧に頭を下げて一枚ずつ校長先生に手渡しました。中には
全然読みもしないでくちゃくちゃっとしてポッと捨てていかれる先生もありましたけれども、熱心にビラを読みながら下まで降りて、そしてまた駆け上がってきて、あんたらいいことしとるね、頑張りんさいよ、応援するけんねと言っていただいた校長先生もありました。 The members of the Meeting of Unity in former Bamboo class were speaking out and handing out the flyers. The following are the contents. 原爆のこの像を作りましょう。本日ここに日本中の校長先生方がお集まりとのことを知り、失礼なことは重々承知していますけれども、私たちのお願いを発表させていただきたいと思います。私たちの親愛な友であった佐々木貞子さんが10月25日原始病で死んでしまったのです。私たちとは幼い時からの友であり、共に学び共に楽しく過ごしてきました。その罪もない貞子さんが本年1月突然発病し、9ヶ月の長い間の苦しい闘病生活の末とうとう亡くなりました。私たちは貞子さんが原爆を呪いつつ死んでいかれたあの心情を思うとき、悲しくて悔しくてなりません。しかし今となっては仕方がありません。せめて原爆の小像でも作って、同じ原爆で死んだ子らの霊をも合わせ祭りたいと思っています。この私たちの計画を全国の中学生諸君に訴えて、皆さんのご同情とご賛同を得たいと、ここに校長先生方を通じて中学生諸君に伝達していただけますように特にお願いに参りました。校長先生方、どうかよろしくお願い申し上げます。広島市立上町中学校1年生子佐々木貞子給油一同、このビラを配って20日も経たない11月末より全国から寄付金が上り町中学校に寄せられるようになりました。そのお金は上り町中学校の生徒会が預かることになり、私たち団結の会がお礼の手紙を書きました。そうして昭和31年、原爆のこの像建設準備委員会が開かれ、広島市の小学校、中学校、高等学校に呼びかけられ、賛同を得た代表が100名、上町中学校に集まりました。広島平和を築く児童生徒の会の結成に至ったのです。この時点で中学校1年生だった元団結の会の仲間によって始まった募金活動は、広島全体の募金活動へと広がり、さらに全国の子どもたちの募金活動へと広がっていったのです。平和を築く児童生徒の会が発足してから1年足らずで、昭和31年末には当時のお金で540万円、今のお金に換算して5400万円の募金が寄せられたのです。 The final amount reached 58 lakh yen. 1 year after, on May 5th, 1958, Children's Day,In Japan, the Children's Peace Monument was established. 昭和33年5月5日、平和公園に原爆のこの像が建立されました。
全国から招待された500名の参列者の中に私たちはいました。像にかけられた白い布が静かに敷かれ、5月の青空に美しい少女の像が現れました。私は力いっぱい拍手をしました。3年間の苦労がついに実を結んだのです。像を建立するまでは世界平和とか原水爆禁止とか、そんな雲の上のことは何も考えていませんでした。ただ定ちゃんの霊前で誓ったの約束を果たしたかった、ただそれだけだったのです。6年竹組の中学校生活はほとんど像の建立に費やしました。定ちゃんが入院した時から数えるとまるまる4年原爆とともに過ごしたことになります。私たちの中学校時代は定ちゃんに始まり、原爆のこの像に終わりました。一生で一番多感な時期にクラス全員で一つのことを力を注ぎ、それが完成できた、その喜びは6年竹組の秋の大運動会で運動場を半周近くも開けて優勝した時の喜びに似た、それ以上の喜びが私たちにあったのです。先生のいつもおっしゃる団結継続という言葉が、この体験を通して私の心に深く残ることとなりました。生きたい生きたいと思い続けて鶴を折り続けた定ちゃん、はようようならにゃ中学校の勉強が遅れるけと中学校を夢見ていた定ちゃん、看護婦詰所でカルテを盗み見して白血球が10万を超えとりゃせんかと思って数値を記していて、定ちゃんどんな思いで記していたのかと思うと、命の遠ささ大切さを感じずにはいられません。定ちゃんは生きたかったのですけれども、生き続けられなかった。私はこうして今でも生かされています。このことを大切に感じて精一杯生きたい思うようになりました。平和で争いのない世の中を作ることが、原爆や戦争で亡くなった多くの方への供養であり使命であると思うようになりました。年々少なくなる被爆者の一人として、定ちゃんのお話をさせていただくことで命の大切さと尊さをこれからも伝え続けていきたいと思います。